対 AC ミラン、こちらをご覧いただきます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。お互い主導権を握っていきたいですからね、はい、ボールを保持していくのか、プレスをかけて速い攻撃をしていくのか、そのあたりのプランも序盤で見えてくるでしょうね。まず立ち上がりを迎えます。さあ左サイドへ、ベンホワイト、このボールをカットします。さあ北澤さん、今日のこのゲーム注目すべき選手を教えてください。ステーゲンですね。シュートストップの技術が高くて非常にハイレベルなキーパーですよね。特にキックはとても正規だ。振り抜いた、狙っていきましたがこのシュートは枠の外。奪ってからすごい攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられましたよね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアを怪我することが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。キム・ミンジェ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。これは合いません。田口から久保、さあ大迫、おっとどうだこのシュート、じっくりと時間をかけましたが決めることができません。時間をかけると守備の陣形が整ってしまいますからね、ちょっと焦りがあったかもしれませんね。このファーストハーフ、最初のコーナーキックは日本。カマビンガ、前半13分です。日本は立ち上がりから積極的で決定的なシーンがありました。もう少し守備的に来るかなと思ったんですけどね、持ち味を出してくれるおかげでゲームの展開としては面白いですよね。ウーデゴーはここでファールがありました。森田、今日はまだ前半両チームともここまでゴールは生まれていません。カマビンガからディアビ、キム・ミンジェ、このボールをカットします。スペースを狙う、さあ古橋、ウーデゴーはスピード上がってきますよ。このパスを防ぎます。スペースに出す、このパスが抜ける、まだある、危ない、スルーパスを狙う、さあフリーだ、ウバルディオル、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。裏へのスルーパス、縦に送ります。キム・ミンジェ、このボールに触ります。ウーデゴーアからディアビ、ウバルディオル、裏を狙う、この位置でボールを受けます。クロス低い、そのままキーパーが抑えました。中田、さあもう30分になろうとしています。森田、カットに行きます。中田、古橋、ここはつながりません。裏へ届くか、シュートレンジです。古橋へ、一連の流れ、スルーパスを受けてからのシュートでした。いや、長いパスにタイミングで反応しましたよね。あの攻撃は続けていきたいですよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。これはキーパー、ウバルディオールへ、ヘディング、来た、先制、ミラン、日本相手に先制点をもぎ取ります。頭で流し込んだ見事な一発。いや、いいヘディングでしたね。
ボールに対してタイミング合わせてしっかり決めてきましたよね。さあミラン先制ゴールを決めました。1対0。これでペースを作りやすくなりましたよね、はい、ただ相手も先制されたことでアグレッシブに来ると思うので落ち着いた対応は必要になりますよね。さあディアビ、ディアビから中へ、中田ここはすぐ奪い返します。日本としては前半このまま行くのか、あるいはある程度のリスクを犯して同点を狙いに行くのか、まあこの時間帯はそこの意識をはっきりさせないといけないですよね。まあそれによって後半の立ち上がりのプランも変わってきますからね。田口からのロングフィード、オフサイドですかね。残り3分というところでしょうか。これは合いません。中田スペースへ、古橋へ、古橋、There will be one minute at a time. コーナーキックのチャンス日本。前半最後のセットプレーになるのか。ショート田口から中田シュート、いや同点、日本決められてから北澤さん、またすぐ、おっとこれは試合を止める笛のようです。見応えのある好ゲームです。後半です。日本としては攻撃の形はできてますから ね。後半も続けていきたいでしょうね、はい、さあミランボールです。ウーデゴーアからディアビ、古橋スペースを使う、ファンダイク流れを止めます。メッシが受ける、久保、大迫ここは素早くマーク、ディフェンスこれを読んでいた、スペースいいボール出たんですけどね。ウーデゴーアからディアビ、柔らかいパス、マラドーナからネイマール、このパスを受ける、大迫、森田スペースを狙った、裏へのスルーパス、大迫、大迫ここかわす、奪い返します。うまいですね。ここでファールがありました。ここは誰に合わせるのか。日本が最初の交代カードを切ってきます。いい展開ですね。インターセプト、必死のクリアですよね。これはチャンスだ、シュート、勝ち越し日本、試合をひっくり返します。先ほど投入されたばかりですが早くも監督の期待に応えました。いやこの采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。さあ日本1点をリードしてリスタート、
これは見事な逆転ですよね、はい、サポーターにとっては最高の展開になりましたよね。そうですね、ミランカウンターのピンチを脱したというシーンでした。危ないシーンでしたよね。ここを止められたのは大きいですよね。とこれは繋がりません。来た、これはセカンド拾えるか。ミランとしては今の形良かったですよね。これを繰り返せば決定機に繋げられますよね。そうですね、流れをつかみたいところです。小野から浅野、ベンホワイトから大きく立て、ここは繋がりません。ミト、田口から左サイド、ここは返す、これは合いません。いや、少しいい形になりかけたんですけどもね。田口、カウンターですよ。メッシ、お、これいいですよ。抜けてくる、シュートに行くのがメッシ、上げる、頭、このヘッド報われませんでした。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。日本 AC ミラン、ここで1回目のメンバーチェンジです。酒井がクラブとの契約でその高い能力は買われ延長に合意したことが先日メディアの発表でありました。今野、抜けてくる、裏を狙うと呼んでいた。日本としては今のはいい攻撃でしたよね。もう1点欲しいという気持ちが出てますよね。マラドーナへ小野、さあここでカウンター、スペースへ浅野、若月、さあ左へ預けて、シュート、このマッチアップどうなる。スペースに出す、チャルハノールへ浮かせてきます、ベンホワイト、果敢な飛び出しでしたね。いや、いいですね、まさにこのタイミングっていう時に収まりましたからね。これを繰り返していけばいいと思いますけどもね。小野、ミト、キム・ミンジェ、ここは抜かせません。さあ左サイドへ、ミト、田口へ、スルーパス、さあシュート、縦へのボール、ベースを狙う小野、さあフラッグは上がっていません。クロスを上げる、シュート、決まった、追加点、日本、これがダメ押しゴールになるのか。ディフェンスに寄せられましたが見事なゴール。相手からのプレッシャーかけられてましたけど落ち着いて決めてきましたよね。チェックを受けても簡単に奪われないテクニックが光りましたよね。さあ日本、これはもうダメ押しゴールと言っていいのではないでしょうか。もう時間はありません。これで2点差ですからね、はい、もう時間もないですから、これが試合を決定づけるとなるかもしれませんね。そうですね、あと仕掛けるか、レフリー試合終了のホイッスル、3対1日本勝ちました、見事な逆転勝利。
本日のゲームはイーストボールスタジアムで行われます。この時間は日本対東京ヴェルディ、こちらをご覧いただきます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。最初から飛ばしてくるのか、後でギアを上げてくるのか、そのあたりお互いのプランも見えてくる立ち上がりかなと思いますけど、古橋、まあクリアが精一杯ですよね。さあ古橋、さあシュート、やはり彼が立ちはだかります。さすがのプレーでしたね。キーパーよく止めましたよね。素晴らしいですね。田口から大迫、さあ左へ預けて、おっとこぼれ球、富安流れを止めます。古橋戻します。さあゴールに向かっていく、いやうーん、低く丁寧に打ち込んできました中田。いや低く抑えたグランダーのシュートでしたけどもね、状態のかぶせが非常に効いてましたよね。ですから吹かさずに打てるんですよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね、常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいでしょうね。裏を狙う丸山、日本は立ち上がりから積極的で決定的なシーンがありました。いい形で攻撃を作ってるんじゃないかなと、シュート数もね多分打ってると思うんですよね。フィーゴ奪いに行きます。さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。中田、さあカウンタースピードを上げたいところ、ライカールトカットに行きます。まだこの前半スコアに動きは見られません。古橋、いや今のはよく止めましたね。読みの良さと思い切りですよね。らしいですよね。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。日本どうだ、シュート、日本先制。大迫素晴らしいフィニッシュでした。今のゴールいかがでしょう。万全の体勢ではなかったと思うんですけどね、しっかり決めてきましたよね。彼のうまさが際立ったゴールですよね。さあ日本先制1対0です。これでペースを作りやすくなりましたよね、はい、ただ相手も先制されたことでアグレッシブに来ると思うので落ち着いた対応は必要になりますよね。インターセプトを狙う、このボールに触ります。中田、田口から大迫、日本カウンターを仕掛けていきます。ここは繋がりません。スピードアップしたいですよ。ここはこのファーストハーフ中盤に1対0のリード、さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。入りから非常に良かったですよね。結果で見たらいい流れなので、いかに切らさないでいけるかですよね。小野、さあここでカウンター、抜けてくる、さあフリーだ、どうだこのシュート、セーフなセーブ、これは合いません。必死のクリアですよね。ペースを狙う、クリア、このピンチをなんとか出します。このボール奪いに行きます。ネドベド、さあ左サイドへ、
日本としてはもう前半終盤なので無理はしないでしょうね。このままリードでハーフタイムに行きたいでしょうからね。田口、古橋から大迫、シュート、セーフ。すごい反応を見せました。素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。これはなかなかこじ開けられない。中田、スルーパスを出す古橋、裏を狙っていきます。酒井、流れを止めます。一旦戻します。中田、ここで前半の45分が終了しました。前半から得点が動いています。さて北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。日本としては前半からかなりのシュートを打ってますよね。ただそれ自体はいいんですけども、ちょっと決定力に不安が残りました。これだけ打ってまだ1点しか取れてないとも考えられますからね。日本対東京ベルギー、日本がまずは1点先制して後半へと向かいます。ではセカンドハーフ見ていきましょう。日本 1-0 リードです。さあ繋がるか、シュート、危ないシーンでしたがクリアの対応。デヨング、右サイドを上がっていきます。デヨングからのクロス、中田、尾上、ここは繋がりません。ああ抜きますね。ルンメニゲからレオン、裏へ出るか、チャンス来た。酒井から縦へ長いフィード、これは合いません。小野、中田、日本カウンターを仕掛けます。ネドベド、デヨングへ、ここも固い守りでボールを奪います。大迫、今のカウンター数的にも不利な状況でなかなか勇気のいる守備だったのではないでしょうか。はい、よく止めましたよね。ここで一旦リセットして落ち着きたいですよね。久保から大迫、素早いパスで攻め上がっていきます。さあ大迫、大迫かわしたシュート、ここはシンプルにクリアします。丁寧に足元を使う、対応します。大きなクリアでここはしのぎます。振り返りも早いですよ。富安、このボールをカットします。ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。日本としては得点と時間帯だけを見れば攻めるのか守るのか難しいところですよね。まあ個人的にはあと3点取りに行くぞっていう気持ちでね、攻めていってほしいですよね。インターセプトを狙う中田、今日ワンアシストです。スペースへ、ディーゴからレオン、このボールに触ります。裏を狙う久保、さあカウンターを仕掛けます。スルーパス、久保から大迫、さあ久保、ベルディとしてはいいディフェンスですよね。中盤でパスコースをしっかり読めてますからね。さあ右へ預けて、さあ古橋、フレンキー・デヨング、セカンドボール拾いたい、チャンス、ディーゴ、ここは通しません。中田、絶好の位置で受ける、シュート、クリアです。
さあ、ともに選手交代があるようです。スローインをカットします。丸山、このボールをカットします。田口、田口から左へ。ああ、いい展開ですね。抜けるか。いいディフェンスです。縦のボールを入れてきますが、これは合いません。足元大事に行きます。抜ければチャンス、フリーだ。これはクリア。ライカールト奪いに行きます。日本としては今のはいい攻撃でしたよね。もう1点欲しいという気持ちが出てますよね。おっと、これはカウンター行きますね。さあ、裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。ここはすぐ奪い返します。裏へ届くか。日本はこの1点差で残り時間をどのように戦うのがいいんでしょうか。まずはここでの失点は絶対に避けたい場面ですよね。決して無理をしないことが重要ですよね。時間を稼ぐ形でその都度相手に対応して。シュート決まった。追いついた。ヴェルディ、この時間で追いつくことに成功しました。エンバペ、こぼれ球にきっちり詰めていきました。いや、ポジショニングのセンスが素晴らしいですよね。セカンドボールを予測しておかないととっさに反応できないですからね。フィニッシュも冷静で見事なゴールでした。エンバペ、先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に。シュート、素晴らしいゴール、見事決めました。いやー、なんという、いやー、なんという。中川、今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボール受けましたね。いやー、パスからのシュートの流れが素晴らしかったですよね。やっぱりゴール前はこういう一瞬の判断が勝負を分けますし、ゴールに向かう姿勢が決定的なプレーにつながってきますよね。ディフェンダーとしてはちょっと対応の難しい。主審、上を口に加えて、今試合終了です。2対1、日本両者の意地が。本日のゲームはスポーツパークで行われます。
このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。シュート、まっ詰めてきた。シュートコースに体を入れてきました。いや素晴らしいですね。読んでましたかね。立ち上がりのコーナーはねチャンスですからね。頭、これは素晴らしい反応でした。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。これは合いません。エンバペからメッシ、スペースを狙う、インターセプト。さて北澤さん、今日のゲーム注目選手は誰でしょう。カバールですよね。守備の安定感があってパワーとスピードで相手に負けないんですよね。キックの精度も高いのでオーバーラップをした時のパスも非常に質が高いんですよね。国際舞台で大きなゴールを決める勝負強さもありますし、このゲこれは素早いリスタート。大迫から古橋、ここは間合いを取る、抜けてくる、ここは競り勝ちます。縦にボールを送ります。中田、今の飛び出しのタイミングっていうのは、いや良かったですよね。タイミングはバッチリでしたよね。これを繰り返していけばいいと思いますけどね。さあ左へ預けて酒井、ここは読んでいました。田口、田口から大迫、右サイドへ振ってメッシへ、自分で行くと呼んでいた。日本は前半未だシュートがありません。森田、これを奪います。富安、カットに行きます。田口、日本カウンターを仕掛けていきます。さあ裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。森田から古橋、スペースを狙った。中田からのクロス、ここは人数をかけて奪いに行きます。ネイマール、ここはすぐ奪い返します。久保から大迫、マルキーニョスから右へ、チャルハノールからメッシ、エンバペから左へ、ディフェンス、これを読んでいた。田口、ここはつながりません。ボールを奪いに行きますと呼んでいた。田口、久保、日本カウンターを仕掛けます。マルキーニョス、このボールに触ります。これは合いません。田口、素早いパスで攻め上がっていきます。マルキーニョスからエンバペ、さあエンバペ、ネイマールに渡る、インターセプト、クリアです。スルーパスを出す。さあここでカウンター、大迫へ、ギュンドーアン、さあエンバペ、森田、さあ古橋、ギュンドーアン、さあ左サイドへ、ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。田口、大迫、久保と呼んでいた。マルキーニョスから右サイド、ファーストハーフはまだスコアレスの展開が続いています。インターセプトを狙う、シュート、セーダ、素晴らしい反応でした。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。
FC タルサは2本目のコーナーキック。日本はまだコーナーはあり、ネイマール、いやー、これはクロスバーよりわずかに上。いやー、いいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。田口、パスの交換、アマール、ここはカットします。サルハノール、足の切り替えも早いですよ。さあ、エンバペ、エンバペからのスルーパス、カットされます。ニコロ・バレッラ、さあメッシ、ネイマールに渡る、エンバペからネイマール、ディフェンスこれを読んでいた。田口、モリタへ、裏を狙う、どうだ、さあ古橋、中田、ここで笛、前半が終わりました。まだスコアレスです。さあ北澤さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。日本としてはまだシュート1本も打ってないんですよね。シュートコースの開け方、スペースの作り方なんかにもう少し工夫が必要かもしれませんね。FC タルサ対日本、前半互いにノースコアのまま後半を迎えます。早々とこの後半始まっています。0対0で入っていく後半です。このパスはキーパーへ。中田、森田、中田、森田、さあカウンターを仕掛けます。古橋へ、狙えるか。今のカウンター、数的にも不利な状況でなかなか勇気のいる守備だったのではないでしょうか。危ないシーンでしたよね。ここを止められたのは大きいですよね。森田、スルーパス、危ない。マルキーニョス、森田、久保、チャンス、メッシ、さあカウンターのチャンスになります。メッシ奪いに行きます。森田、左上がっていく、ネイマール、さあ一気にカウンター、ネイマールからエンバペ、このボール奪いに行きます。そろそろここで決定的な得点、また何かアクションが欲しい両チームです。通るのか、このパス、さあ来たか、バストーニ、中田からのパスはディフェンスが対応。ユンドーワンからネイマール、富安、このボールをカットします。久保、メッシ、来たか、富安、このボールをカットします。さあカウンタースピードを上げたいところ、バレッラ奪いに行きます。ユンドーワンからネイマール、なかなか前線の枚数が生かされてませんよね。もったいないですよね。ここはつながりません。スピード上がってきますよ。田口、森田、バストーニ、流れを止めます。インターセプトを狙う、ニコロ・バレッラ、裏のスペースを狙う、丸山、ここはカットします。さあカウンターを仕掛けます。ここでマッチアップ、積極的に足を入れてきます。抜ければチャンス、ここは対応します。中心ファウルを取りました。
両チームともメンバー交代があるようです。さあエンバペチャンスになる。シュート。鎌田。ミト。ロベルト・カルロス。カットに行きます。ダッコからエンバペ。抜けた。FC タルサとしてはいい攻撃でしたけどもね。まあまだ時間ありますからね。この流れを続けたいですよね。おっとこれはカウンターいきますね。このボール奪いに行きます。メルテンス。浅野へ。この1対1マッチアップ面白いんですけどね。スーパーソーダス。ロベルト・カルロス。ここは読んでいました。これは合いません。浅野へインターセプト。柔らかいパス。水戸中川へのボール。日本としては中央に固まった後もうまく広げられないですよね。富安このボールをカットします。富安から浅野。ミョンと FC タルサカウンターを仕掛けていきます。これはチャンスだ。シュート。いやーこれなんというゴールだー。いやーもう言葉がありません。いやーすごい。リターンを受けての素晴らしいゴール。そうですね、どうやって崩すかという状況でワンツーという選択肢、この2人の関係でね、見事な突破見せてくれましたよね。土壇場での勝ち越しゴールを決めました。いやここで頭一つ出ましたよね、はい、ここまで。さあ笛が鳴りました。1対0、日本1点を追いかけるゲームでしたが、ゴールネットを揺らすことはできませんでした。ベルミュンヘン、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ前半見ていきましょう。強豪同士がぶつかる90分、トッププレーヤーの共演を堪能しましょう。そうですね、どちらも実力がありますからね、面白い試合になるでしょうね。さあカウンタースピードを上げたいところ、対応します。このゲームアレッサンドロ・コスタ・クルタがどんな鉄壁の守備を見せてくるか。シュート、ゴール、日本バイエルン相手に先にゴールを決めました。シュート来た、追いついたバイエルン。
いや早かったですね北澤さん。いやこれでまた試合の流れが変わりますよね。一気にリードしたいところですよね。メッシ素晴らしいドリブルからのフィニッシュでした。そうですね、普通はちょっと焦りそうな気もしますけどもね、ドリブルでしっかり持ち込んで落ち着いて決めましたよね。バエル、ここで追いつきました。いやこの短い時間でよく取り返しましたよね、はい、このまま流れに乗って一気に逆転したいですよね。マラドーナマッチアップのシーン、水戸、このボールは中田へ、右サイドへ振って、さあどうだと呼んでいた。マラドーナ、ヒューバ、いいでしょう、攻守の切り替え。ルンメリゲが受ける。メッシ、前半17分です。中田、ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。スルーパス、ヒューバ、さあここでカウンター、田口奪いに行きます。中田から水戸、スピード上がってきますよ。マラドーナから右へ、さあ繋がるか、シュート、勝ち越しバイエルン、ゲームをひっくり返します。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて見事なゴールでしたね。さあバイエルン、ここでリードを奪いました。いや素晴らしい逆転でしたね、はい、とはいえまだ時間があるのでこれから試合が動く可能性も十分にありますよね。確かにそうですね。メッシ、これは惜しい、精度の高いキックでしたし、コース空いたら打っていく姿勢が大事ですよね。小野、狙った、ゴールポスト、裏へのスルーパス、インターセプト、さあ右へ預けて、前半30分を過ぎたところです。サカ、縦にボールを送りましたがこれはタイミング合いませんでした。メッシから右サイド、ここでマッチアップ、マラドーナ、もう一度インターセプトを狙う小野、さあカウンターのチャンスになります。通るのかこのパス、水戸、水戸、このマッチアップどうなる、水戸スペースに出す、ディフェンスこれを読んでいた。日本がこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくてもリスクを犯さない程度にいい形を作って後半につなぎたいですよね。さあ一気にカウンター、フィーゴ、ルンメニゲ、さあラファシウバ、さあルンメニゲ、田口、さあカウンターを仕掛けます、水戸、小野、小野、小野、ボール入るか、中田と呼んでいた。いやこれはカウンターのチャンスですね。このボール奪いに行きます。さあ田口、ここでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。差は1ゴール。さあ前半が終わりました。前半のうち逆転ですか。いや素晴らしかったですね。失点して火がついたんでしょうかね。選手たちの動き逆に良くなってきましたからね。こういうことってあるんですかね。
日本対バイエルンミュンヘン。では引き続き試合をお楽しみください。ではセカンドハーフ見ていきましょう。日本としてはまだ1点のビハインドなので慌てなくてもいいですよね。この立ち上がりでしっかり自分たちのペースをつかみたいですよね。はい、そうですね。さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。川島の切り替えも早いですよ。田口カットに行きます。さあここから持っていく。フィーゴ、酒井、田口、右サイドへ振ってフィーゴ入りますよ。中田から小野、中に入れる。守備陣クリアの対応です。日本はこのセカンドハーフの序盤をビハインドという形で今日は戦っています。まあまずはこの試合の入り方で主導権を握ることが大事になりますよね。この後半はハーフタイムに受けた指示を明確に表してほしいですよね。両チームともメンバー交代があるようです。マッチアップのシーン、鎌田へフリーで受けた。サイドへのフィード、バイエルンミュンヘンカウンターを仕掛けていきます。トップで収まればねシュートまで行けた攻撃でしたけどね。平川スルーパスを狙う、インターセプト。日本としては今の形良かったですよね。これを繰り返せば決定機につなげられますよね。そうですね、自分たちのスタイルを貫くべきということですよね。スペースを狙う中川、このボールはつながりません。富安、ザネー、バイエルンミュンヘンカウンターを仕掛けます。日本カウンターのピンチを脱したというシーンでした。これはディフェンスのファインプレーでしたよね。数的に不利な状況でしたからね、見事ですよね。もう一度組み立てます。ザーネが受ける。この辺の駆け引きは注目ですよね。さあつながるか。さあ裏を狙っていきましたがこれは合いません。鎌田、古橋へのボール、スペースを狙った、いけるか、シュート、ハット、おー、さらにいった、きたー、追いついた日本。ここで再び同点になりました。試合展開全く読めません。古橋、こぼれ球にきっちり詰めていきました。いやポジショニングのセンスが素晴らしいですよね。セカンドボールを予測しておかないと差に反応できないですからね。フィニッシュも冷静で見事なゴールでした。ここでベンチに動きがあります。オフェンシブな選手を2人同時に交代のようです。はい、この状況なので前がかりに行きたいという采配ですよね。さあ打てるか、シュート、こぼれます。おっとこれはカウンター行きますね。さあ中川、
さあフリーだ。日本としてはいい攻撃でしたけどもね、まあまだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。オーウェンに渡る。オーウェンと呼んでいた。北澤さん、盛り上がりを見せているこのゲーム、現在この終盤で同点ですがいかがですか。そうですね、非常にスリリングな内容になってますけどもね、まだ何かありそうですよね。ザネ、インターセプトを狙う。今野、平川、裏へ出るか。古橋、鎌田、うほうほう、これは見事なゴール決まった。いやーこれは素晴らしい。いやーなんという得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いや迷いのないカウンターでしたよね。待ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。日本逆転。そしてもうほとんど時間がありません。いやここで頭一つ出ましたよね、はい、ここまで非常にコースのバランス良かったですからね。そうですね。これはチャンス。ここで終了を告げる長い笛。3対2、日本大逆転。古橋、今日のマンオブザマ